る？ああ、ずっといなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ、ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でも、いつまで待つか。合流しよう。うん。行けるな。もちろん。店まで急ぐ。それ以上のことは分かる。ソルジャーでも知らないんだ。倒せることは分かる。やるしかないね。また急いでるのに。他の道は？うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流される。うん、ついてく。
ジェシー大丈夫か？なんとか。やば。ジェシー。縮小。閉じちゃった。無理しないで。見せ物じゃねえぞ！何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。ったくマコロ。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ？どうしたんすかその足。大丈夫っすか？騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え？作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。ティファ、力を抜こう。え？緊張してるだろう。ありがとう。よし、行こう。クラブにこんな騒ぎが起きる。機能整備した魔法を使って何が悪い。アバランチなんてなくなっちまえ。昼ご飯は。おととい帰ってこられなかった。もったいられない。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。
大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番魔航路。駅からは市街地の裏道を抜けて魔航路内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔鋼溜まりを目指す。派手にドカンとかましてやるぜ。ジェシーとエッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでも擁護するのか。いい迷惑だ、アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん、あんたはどっしり構えてろ。ちゃ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 んちゃ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 んだ。文句はないんだろ。ティファはどうした？ほったらかしにすんじゃねえ。臨時 ID スキャニング中です。
どうして？なんだ？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらをお願い。任せて。車両のスペックに移動。この車両は、とにかく前の車両に。立ち止まんじゃねえ。ロック。あんたの逃げ。ここしよう。助かりてえならとっとと行け。はい。クラウド。車両ロックシステムを起動中。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。ほら、早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は新羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 接者3名の確認を確認。相当フェーズに進む。トルジア様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。頼む。頑張るね。力を抜ける。じゃあね。きっとバレットだよ。ありがとね。さっき飛び降りるとき。平気だ。軽かった。もう何それ。ガッハ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 。愉快痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ。しぶといネズミだ。三匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。無事だったか。すぐに行く。おう、
そこに階段があるんだろう。早く合流しないと。ああ、クラゲどもだ。その足一本一本引っ飛ばしてやろうか。いけるはず。え、押されてる。急ぐぞ。こっちだ。支配ID センター、3名を確認。全員捕らえる。チャッ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 てなもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕余裕。場所の確認してさっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。 E まで。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番回線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからだ。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではし失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。え、は被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。ん、はっ。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。